ロシア軍の攻撃機を旧ソ連製ミサイルで撃墜。地上部隊の脅威に損害続出か。ウクライナが映像公開。撃墜される SU-25 攻撃機の映像が公開。ウクライナ国防省は2024年6月28日、同国東部のドネツク州でロシア軍の SU-25 攻撃機を撃墜したと発表。その映像を公開しました。旧ソ連が開発した SU-25 は最前線で敵の地上部隊を直接攻撃するための低速ジェット攻撃機で、ロシア軍だけでなくウクライナ軍も保有しています。主翼にはミサイルや爆弾を吊り下げるハードポイントが10カ所もあり、大量の兵装類を搭載することが可能。コックピットにはチタン合金の装甲が施され、機体の整備性にも優れています。ウクライナ国防省は2024年1月から6月にかけてロシア軍の SU-25 を合計で9機撃墜したと報告。これはウクライナ軍の弾薬や防空兵器の不足に乗じる形で、ロシア軍がドネツク州など最前線での航空攻撃を活発化させたことが背景にあるとみられます。ウクライナ国防省によると、今回は旧ソ連が開発した携帯型防空ミサイルシステムであるイグラを使用して SU-25 攻撃機を撃墜したとのこと。公開された映像を見ると、飛行中とみられる航空機に対して地上からミサイルが発射され、機体から黒煙が上がっているのが確認できます。映像はやや不鮮明ですが、ミサイルは命中したようです。ロシア軍ミサイル攻撃で5人死亡。ウクライナ東部ドニプロ、ゼレンスキー氏テロと非難。ロシアによるウクライナ侵略で、ウクライナ東部ドニエプロペトロフスク州の州都ドニプロの商業施設が3日、ロシア軍のミサイル攻撃を受けた。ウクライナのゼレンスキー大統領は同日、この攻撃により民間人少なくとも5人が死亡し、34人が負傷したと発表。テロだとロシアを非難した。一方、前線の戦況をめぐり、ロシア国防省は3日、攻防が焦点化している東部ドネツク州の小都市チャソフヤールの一部区画を制圧したと主張した。ロシア軍の滑空爆弾、自国内にも落下。米紙報道。米紙ワシントンポスト電子版は1日、ロシア軍がウクライナ侵攻で使用している滑空爆弾がロシア領土内にも落下しているケースがあると報じた。同紙が入手したロシア側の内部文書に示されていたという。ワシントンポストによると、昨年4月からの1年間に少なくとも38発がウクライナと国境を接するロシア南西部ベルゴロド州に落下。ほとんどは爆発しなかったが、昨年4月に州都ベルゴロドで起きた車や住宅の窓などに損傷を与えた爆発は500キロ滑空爆弾によるものだったという。ロシア当局は当時、ロシア戦闘機 SU-34 に異常があり、爆薬が落下したと発表していた。滑空爆弾はソ連時代の爆弾に翼と誘導システムを取り付ける改造を施した兵器。爆発力が大きく、ロシア軍が今年2月に制圧したウクライナ東部ドネツク州アウジーイウカでの作戦に貢献したとされ、ロシア国防省は滑空爆弾の増産に力を入れているという。ロシア軍がウクライナ中部の産業都市を攻撃。4人死亡、34人負傷。ウクライナ中部ドニプロペトロフスク州の州都ドニプロで3日、ロシア軍による攻撃があった。
リサク知事によると、ミサイルやドローンが使われ、これまでに4人が死亡し、14歳の少女を含む34人が負傷したという。リサク氏は、ドローンとミサイルそれぞれ5発を破壊したとしたが、一部を防ぎきれなかったとみられる。SNS に投稿した写真では、スーパーマーケットのガラスが粉々になっている様子が写っている。ドニプロは中部を代表する産業都市で、ロシアによる全面侵攻が始まる前には約97万人が暮らしていた。最近はロシア軍による攻撃が相次いでおり、先月28日には9階建ての集合住宅で1人が死亡、12人が負傷した。また今月1日にも15歳の少年を含む少なくとも7人が負傷していた。ゼレンスキー大統領は3日、強固な防空システムとロシア領を攻撃できる長い射程の兵器の必要性を改めて強調。パートナー国に決断を求めた。ウクライナ、ロシアと妥協する用意はない。ウクライナのアンドリー・イェルマーク大統領首席補佐官は2日、戦争を終わらせるためにロシアと妥協して領土を諦める用意はないと述べた。訪問先の米国で記者団の質問に答えた。米大統領選で共和党候補指名が確実なトランプ前大統領は、自身なら戦争を速やかに終結させることができると語っている。イェルマーク氏はこのことについて問われると、公正な和平に向けたいかなる助言にも耳を傾けるとしつつ、我々は独立、自由、民主主義、領土保全、主権という非常に重要な事柄や価値観について妥協する用意はないと話した。中国、ロシア主導の枠組みにベラルーシ加盟へ。欧米対抗色強まる。中国とロシアが主導する上海協力機構 SCO の首脳会議が3日から2日間の日程でカザフスタンの首都アスタナで始まった。3日はロシアのプーチン大統領が中国の習近平国家主席と会談し、連携強化を改めて確認する。首脳会議ではロシアの同盟国ベラルーシの新規加盟が認められる見通し。2023年の前回はイランが加盟しており、欧米に対抗する色合いが一層強まりそうだ。中ロは有力新興国で作るBRICSや SCO といった多国間枠組みを通じ、グローバルサウスと呼ばれる新興・途上国との関係強化を図ってきた。欧米主導の国際秩序に揺さぶりをかける狙いがあるとみられる。ウシャコフロシア大統領補佐官外交担当によると、首脳会議では安全保障や経済、人道分野での協力促進について議論されるほか、複数の喫緊の課題についても意見を交わす。タス通信によると、加盟国は共同声明を採択する見通し。今回は加盟国に加え、トルコやアゼルバイジャン、モンゴルなど招待国の首脳も交えたSCO プラスも開催する。多国間対話の強化、持続可能な平和と発展へ向けた努力をテーマに話し合う予定だ。プーチン氏は3日、首脳会議に参加する一方で、約1ヶ月半ぶりに中ロ首脳会談に臨む。また、トルコのエルドアン大統領やカザフスタンのトカエフ大統領ら、複数の首脳と会談する。ウクライナ中部の飛行場爆撃、ロシア国防省が空爆映像を公開。モスクワ、ロシア、7月3日、AP。ロシア国防省は7月2日、ウクライナ中部の飛行場を爆撃、複数のウクライナ軍機を破壊したと主張する映像を公開した。同国防省は声明で、ウクライナ中部ポルタバ州のミルゴロドにある飛行場に一発のミサイルを発射。ウクライナ軍の SU-27 フランカー戦闘機5機を破壊し、2機に損害を与えたと公表した。
同国防省はこの攻撃はイスカンデル M 短距離弾道ミサイルが使用されたというが、 AP 通信はロシアの主張を独自に検証できておらず、ウクライナ政府はコメントを発表していない。ロシアの発表だと AP 通信はロシアの主張を独自に検証できておらずとかつけるけど、ウクライナの発表はろくに検証しないで発表してるよね。侵略しているロシアを擁護する必要はないけど、戦況に関わる報道はバイアスかけないでほしいですね。ロシア軍、戦力増強へ。約30年ぶりに生産再開した超大型爆撃機、量産体制整う。2027年までに10機納入予定だが、ロシアの国有の航空機会社であるユナイテッドエアクラフトコーポレーション UAC は2024年6月24日、新型 TU-160M 戦略爆撃機の生産工場3カ所の近代化を完了したと発表しました。近代化を完了したのは、火山航空機工場の試作センター、機械組み立てセンター、飛行試験センターとなります。同工場は北大西洋条約機構 NATO などのいわゆる西側陣営ではブラックジャックのコードネームで知られる TU-160M の生産拠点です。もともと同機の原型である TU-160 は1980年代後半からソビエト連邦で運用が開始された戦略爆撃機でしたが、その後ソ連が崩壊した影響などを受け、1990年代に37機、試作機含むを生産したところで打ち切りとなっていました。ただ、クリミア危機などで西側との緊張関係が高まったことなどで、ウラジーミル・プーチン大統領が軍事力強化の一環で同機の生産再開を命じました。エンジンやアビオニクスなどを一新し、近代化された TU-160M は、2022年1月12日には量産初号機が初飛行に成功しています。工場の近代化終了により量産は加速し、ロシア空軍は2027年までに10機の TU-160M を受領する予定ですが、これは2018年にロシア国防省と結ばれた契約となっています。もともと火山航空機工場の近代化は2020年に完了する予定でしたので、受領時期はずれ込む可能性も考えられます。